のどかだな。すごいのどか。さあ、ここは愛知県西尾市でございます。今日は西尾市に来ておりますよ。くるりと一周してみましょう。さあ、こんな感じでございます。テレビ積んでますね。さあ、こんな感じでございますね。さあ、こんにちは、平山茂でございます。今日は11月20日土曜日ですね。現在時刻は1時半ぐらい、お昼の1時半ぐらいでございます。皆様、本日も一日お疲れ様でした。お仕事だったという方は本当にね、土曜日ですが本当にお仕事ご苦労様です。まあ、学校だったという方もいらっしゃるかもしれません。本当にお疲れ様です。お疲れ様です。さあ、私ね、先ほども言いましたが、愛知県西尾市の方に仕事で来ております。ちょっと前にもね、撮影に来たりとか遊びに来たりとかしてるんですけれども、またね、何かの縁でしょうか、西尾市の方に来ました。あちらにはね、コスモスもありますよ。ちょっとズームいたしますのでね、ゆっくりできるように、スーッと、いけるでしょうか。ちょっとね、画質悪いですけれども、コスモスの畑がいっぱいありましたね、周辺に。さあ、本当にいい天気で、素晴らしいですね。そして静か。もうちょっと車の中でずっと喋っててもね、あれなんで。次のね、もう現場が、2時から。2時から、あと30分。あと30分でございます。ちょっと風があるかな？ないかな？あー、ないですね。いやー。本当にいい天気で気持ちがいいです。いやー、なんか仕事ですけどね、なんか今日はちょっと休日中になんかしてるみたいな、それぐらいの気分で、とてもね、今日は気分がいいです。あ、セニアカーに乗ったおじいちゃんが来た。ちょっとね、画像的には映ってないと思いますけれども、後ろからお父さんが来ました。車入ります。さあ、ネクタイとかね、制服、これが嫌とか、そんなしょうもない話してましたけれども、明日ですね、明日日曜日ということで、まあ明日もね、お仕事という方はもちろんいるのかな、やっぱりね。やっぱり商売とかね、お店やられてる方に関してはやっぱどうしても日曜日は営業っていう方も多いと思いますので、ちょっとね、気合い入れて乗り切りましょう。明日はお客さんいっぱい来ますよ。本当に。あ、お父さん。余計なことはいらないな。大丈夫だ。大丈夫。大丈夫。大丈夫ですね。はい。明日もね、いい一日にしましょう。皆様。はい。もうちょっとお父さんのね、姿を見たら大丈夫だなっていう気持ちになりました。それでは。また明日ですね。また明日。また明日お会いしましょう。平山茂でございました。ご視聴ありがとうございました。中身はないですね、全く。まあ、でも大丈夫。大丈夫ですからね。大丈夫ですから。大丈夫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 ですからね。本当に。おやすみなさい。